はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画はなんか最近結構リクエストいただいてた髪の巻き方最近のを紹介したいと思います。いつだったかな、去年の夏前ぐらいに出したと思うんですけど、まあ、正直いつも適当にやってるのであんまり変わってないっちゃ変わってないんですけど、なお適当なやつバージョンみたいな、まあ、割と短時間で巻ける巻き方、最近の動画でやってるやつですね、紹介したいと思います。で、毎回同じ巻き方じゃなくてなんかたまに変えたりしてこういう感じで巻いてるよっていうのが伝わればいいと思います。私がいつも使ってるのはこちら、クレイツの SR32 っていうやつ、カールプロっていうのを使ってます。何ミリか忘れました。はい、すいません、分かったらあの概要欄に貼っときます。32とかかな。いつも140度でやってます。分かりやすいように薄い服を着てるので、まあ冬なんですけど気にしないでください。前髪の部分をこれね、何巻きっていうのかな、こう外になるように巻いてるのかな。内巻きと外巻きを前回の動画で間違えて以来ちょっと何て言うの、すげえ強く巻きすぎちゃった。もう何が何だか分かんないので内巻きと外巻きかちょっとよくわからん、あまり言わずにやっていきたいと思います。こういう感じですね。前髪の少しの部分だけを強めにいつも巻いてます。さっとねこう流す感じですね。はい、鏡ないからねちょっと許してね。横はこんな感じです。で、サイドはちょっとサイド分かりやすくするためにちょっと流すね、こっちに。本当に朝急いでる時はすごい大きな束取るんですけど、一回通してからこう内側に巻いてます。こういう感じですね。で、こういう感じ巻いていってスッて外す。はい、こんな感じです。で、ポイッと、まあ、内側に巻いてくる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 と、横っていうよりも縦に使ってますね。で、まあ、どんどんやっていきます。櫛で解いてからやってくださいね、いつも。こういう感じです。するとなんかこう内側に巻けた感じになります。で、反対も同じようにやっていきます。本当にね、なんて言うんだろう、すごい時間かけてないのでもう参考になるかわかんないんですけど、ごめんね、もっと丁寧な人見たかったら探してみてください。こんな感じですね。で、こうくるってなったらこう戻してきてこうですね。うん、まあ、でも本当はこれにもう出れるんですけど、上の部分とかは私はいつも後から巻いていきます。こういう感じでね。今度はこっちはちゃんと縦に使ってやってます。軽く軽くこの外側がカールするように。毎回こういう感じで巻いてます。毛先を丸めて、ここはこの前髪はくるあれですね。で、終わりなんですけど、まあ、大体いつもはあの冷えてからこう手で解いて終わりです。うん、いつもこんな感じで巻いてます。はい、いかがでしょうか。まあ何て言うの、すごい私適当な人間なので参考になるかわかんないですけど、あの結構リクエストをいただいていたので動画作ってみました。まあ、参考になれば本当に幸いです。もしよかったらまた、何か見たいものがあれば下の方にリクエストの方ください。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイ。